ブッククロッシングの一例、フランスのリヨンにて、ブッククロッシングは2001年3月、アメリカのロン・ホーン・ベーカーとその妻の香りによって始められた、世界中の本を愛する人たちによる、世界中の街中を図書館に、本に世界を旅させようという非営利活動。ブッククロッシングとは読み終えた本を、ブシドという固有のナンバーをつけて、世界中に旅をさせるというもの。 オフィシャルサイトによると、2014年10月現在、およそ131万人のメンバーによって、約1500万冊の本が登録され、132国を旅している。また、日本での登録者数は2014年10月6日現在、およそ3550人。ブッククロッシングのウェブサイトは、2005年に、ウェビー賞を受賞した。活動内容から誤解されることがあるが、 ブッククロッシングは本を買わないという活動ではない。また、本をあちこちに置いて放置するというものでもなく、本を読むことをもっと気軽に、身近に楽しみ、本に愛情を持ってもらうことを目的としている。本を読む。本の最初の持ち主が、会員登録と本の登録をして、武士道を取得、その武士道をダウンロードしたラベルに記入して、本に貼り付ける。次に本を手にした人は、 会員登録し、本の感想などを HP に書き込む。ブッククロッシングゾーン、または誰かが拾ってくれる場所に本を置く。もしくは直接友人に本を手渡す。本のリリース情報を HP のリリースノートに書き込むと、他の会員が本の所在地を検索できる。2003年頃から日本での登録が見られるようになる。東京都目黒区にある書店 COW ブックスが、 ブッククロッシングのサポートを開始したことを機にメディアでもこの活動が取り上げられるようになり少しずつ参加者が増加した。2007年9月には広島県でブッククロッシングジャパン運営チームが発足し、その活動は徐々に広がりを見せている。ありがとうございます。